さあ、エムポの時間がやってまいりました。本日208番目でございます。で、この200番台はですね、基本的に品詞をやっているんですが、それの今日は皆さん応用バージョンということで、皆さん2つのイフやってみたいと思います。で、皆さんイフと言われたらですね、もしうにゃうにゃというふうに訳してきているかと思います。ただし、もう一つ意味がありましたね。で、皆さん一つ目の例文、ちょっと皆さんご覧になっていただけるとよくわかると思いますが、He asked if I liked the food。 これ皆さん、もしって訳しますかね。ちょっと違いますよね。で、おそらくご存知の方、うにゃうにゃかどうかというふうな if がですね、あるのをご存知の方いらっしゃるかと思います。で、それはじゃあ、もしとどうやって区別するんですか。まあ、確かに前後の文脈でというふうな方もいらっしゃるかと思いますが、実は品詞とか文型で確定できるんですね。で、まず一つ目の例文、He asked ということで、もちろん彼が主語でいいかと思います。で、もちろん ask は質問したよ、何よってなりそうですから、もちろん他動詞。で、皆さん、他動詞ということは絶対後ろ目的語が必要ですよね。で、皆さん、もちろんこの200番台の動画で、お話をしているんですが、目的語ということは、品詞は名詞ということでよろしかったかと思います。ですから、皆さん、うにゃうにゃかどうかというふうに訳すときというのは、必ずこうやって文型を判断して、名詞と特定できたときにですね、うにゃうにゃかどうかというふうに訳すんですね。ですから、決して文脈で決まるものじゃなく、ちゃんと文型で決まるんだというところが実は大きなポイントでございます。ですから、もしうにゃうにゃという訳し方もですね、実は文型、そして品詞で確定させることができます。皆さんご覧になっていただきたいのは、If it rains tomorrow, I will stay ということです。で、皆さん思い出していただきたいのは、私が主語で、will stay が動詞。で、もちろんこの、I will stay の左側は、一旦コンマで閉じられておりますので、この SV の左側には接続詞がないんですね。で、皆さん、接続詞がない SV のところをこう呼んでましたね。主節。そして、皆さん、主節と従属節の動画でもお伝えしているんですが、主節の主語より左側。わかりやすいように、ちょっとこのあたり、記号で書きますが、主節の S より左側、全体で副詞であるというお話もさせていただいております。ですから、この、知識を知っているとですね、もうこの if 見た瞬間に、あ、副詞だねということです。というふうに判断できて、そして皆さん、結論に達しますね。もしと訳すのは、それは副詞と判断したときなんですね。ですから、こういう感じで皆さん、文型で実は決まっていくので、まあ、今回はちょっと皆さん、if を取り上げましたが、皆さん、if は我々がよく親しんでいるこの副詞の if だけじゃなくって、うにゃうにゃかどうか、名詞としての働きがあるので、ちょっとこれは押さえていただきたいと思います。で、皆さん、この下に書きましたが、なぜ皆さん、if だけ強調しているかというとですね、普通、皆さん、if もそうですけども、sv とのものですね。これもそうです。if の後ろ sv ともなってます。if の後ろ sv ともなってます。で、この sv を伴っているものは、実はですね、気づいている方いらっしゃるかもしれませんが、基本的に概ね、ほぼほぼ全て副詞なんですが、皆さん、こういう if とかになってくると、副詞だけじゃなくって名詞もあるので、ちょっとだからなんて言いましょうかね。一般的な働き方とはちょっと違う働きをするので、そういったところから入詞で狙われるというところでございます。ですから、なんでしょうね。情報として皆さん伝えてるものをやっぱしっかり押さえていただきたいと思います。ですから、皆さん相変わらず、これですよね。赤シートで隠して、こういう感じでスラスラ言えると。ですね。ですから、紹介しているものは、ちょっとは何でしょうね。やっぱり入試に品質ということで、押さえていただきたいんですけども、
それ以外のところ、皆さんこの辺りに詳しく紹介することはあんまりないかと思いますので、それを言い方を変えると、もうパターンがもうワンパターンでございますので、判断はしやすい。ですから、入試で狙われるかというと、まあ、あまり確率は高くないので、やっぱり実際には、こういったところですね、取り出してこう紹介しているところはよく狙われるということですので、これを頑張って覚えていただけるとよろしいかと思います。いけますかね。で、皆さん次回209番では、皆さんもう一つ接続詞ですね、お伝えしたいものがございますので、今後ともよろしくお願いいたします。